天竜浜名湖鉄道 TH3000 系機動車。天竜浜名湖鉄道 TH3000 系機動車。天竜浜名湖鉄道 TH3000 型機動車は、1995年、平成7年に、車両増備のため2両が製造された、天竜浜名湖鉄道の機動車である。従来の車両より車体が大型化され、大出力化されたエンジンが採用された。2010年、 平成22年に一両が廃車されている。1987年、昭和62年3月に、日本国有鉄道、国鉄二股線を第三セクターに転換して開業した、天竜浜名湖鉄道は15両の、レールバス型機動車で運転を行ってきたが、車体が小型のため輸送力が小さく、多客輸送などに課題を抱えていた。新駅開業により、 輸送量が増加し、乗客数の変動も大きくなると見込まれたことから、大型の車体を採用した、新型車両 TH3000K2 両を導入することとなった。TH3000 型は、従来の TH1 型などに比べて、車体長を3メートル延長し、車体重量の増加と冷房能力の強化に合わせて、エンジン出力2 5 7キロワットに強化され、 カミンズ製エンジンが採用された。クロスシート中心の座席配置となり、当時運転されていた快速列車に優先的に運用された。2005年、平成17年からは一両がトロッコ列車の牽員用となった。2010年、平成22年に一両が廃車されている。富士重工業製の警戒機動車 LEDC の一種で、平成築法鉄道200系、300系、 天城鉄道 AR200 型に続いて18メートル級車体を採用した。開業時から使用されている TH1 型などのレールバス型の車両ではバス用部品を多用したリベット構造の車体が採用されたが TH3000 型では一般の鉄道車両と同様溶接構造を採用し車体長も3メートル延長されている。前面は貫通式。 乗務員室は左側で、乗務員室側にのみ乗務員用扉が設けられた。運転台窓は、視界拡大のため各部に回り込んでいる。前照灯、微灯は一体のケースに入った角形のものが、採用された。9 0 0、mm、トル幅の引き戸の客用扉が片側二箇所、両車端に設けられた。扉間には、上段固定、下段上昇の幅1 2 0 0ト、mm、ルの窓七組が、 設けられたが、飛ぶクロブに窓はない。全車トイレの装備はない。沿線の緑に映えるよう、白をベースとし、オレンジの濃淡のストライプ3本が、倉庫に入る塗装が採用された。発注者によって、仕様が異なっていた LEDC の仕様が、標準化されていく過程の末期にあたる車両であり、車体構造は1998年、平成10年に製造される。 明治鉄道明智重計以降の車両で採用される第3セクター鉄道協議会の標準仕様に近いものとなっている。4人掛けボックスシート10組を備え、扉付近のみロングシートとなった。後くらい上高口付近には車椅子スペースも設置された。座席を持てぬのはレンガ色となり、上部には同色のヘッドレストカバーが設けられた。カーテンは 横引式となり、釣り革は出入り口付近にのみ設けられた。天井は平ら天井となり、屋根内に空調用ダクトが通されている。ワンマン運転用の装備も従来車より改良の上、装備されている。エンジンはカミンズ製、んた 855R1 ディーゼルエンジンを一気搭載、定格出力 257kW2000rpm に,に設定された。 車体の大型化、冷房能力の強化に対応し、従来車より出力の大きなエンジンが採用されている。動力は、変速2足、直結1足の新潟コンバーターナス二 -22 の1614液体変速機を介してに、軸駆動の台車に伝達される。台車は上枕空気バネ、軸バネ式 FU50DT が採用された。制動装置は、 SME 三観式直通ブレーキが採用され、そもそも測用として、基間、排気ブレーキが併用される。従来車との並結運転が可能である。暖房装置はエンジン排熱を利用した温風式である。冷房装置は、能力 25.6kW、22000kcal、H のもの2機が設置された。1987年、昭和62年3月に、 国鉄二股線を第三セクターに転換して開業した天竜浜名古鉄道は15両のレールバス型機動車で運転してきたが輸送障害発生時の対応団体輸送などの波動輸送対応に難があった上掛川市役所前駅フルーツパーク駅の開業により輸送量が増加し乗客数の変動も大きくなると見込まれたことから大型の車体を採用した 新型車両 TH3000 系2両が導入された。登場後は1996年、平成8年から2000年、平成12年まで運転されていた快速列車に優先的に運用された。2005年、平成17年には、トロッコ列車の牽引用として使用されていた TH211 が廃車されたため、TH3501 の塗装をトロッコ列車用 THT100 系。 tht200 系客車に合わせたものに変更、砂巻装置の追加などの改造を行った上トロッコ、列車券引用となった。2006年、平成18年に tht100 系、tht200 型が廃車された後もそのままの塗装となっている。th1 型を置き換えた th2000 系、th2100 系、th9200 型とは、 ブレーキ方式が異なるため、連結して運転することができない。TH3502 は2010年、平成22年9月に廃車され、TH3501 は2015年、平成27年10月18日から、マリメッコの生地を使用したカーテン、ヘッドレストカバーに交換の上、スローライフトレインとして運行されている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。